そう、このビタミン C のサプリとアスコルビン酸不足しがちだもんね。そうだ、重曹も噛まなきゃでしょ。炭酸水素ナトリウムはいろいろ使えるからね。あと文房具コーナーに海苔買いに寄っていい？ああ、ポリビニルアルコールを主成分とするものね。それって正式名称？つい心の中で言っちゃうんだよね。いや、全部声に出てたけど。嘘！お茶でも飲む？ああ、コーヒー少しもらっていい？アイスコーヒーでもいい？うん、このカップに少しだけ注いで。少しだけ？まず共洗いしないとだろ。それ共洗いって言うんだ。そう、じゃないと濃度が変わっちゃうだろ。正確な味がわからないじゃないか。あなたの実験はすごく正確そうね。どうした？このメモのギリシャ文字なんて書いてるか読めなくて。わかる。とりあえず先生の書き写して後で読めないとかね。ちょっと見せて。あ、ここなんだけど。どれどれ。これは字が汚いだけ。書く練習から始めようか。はい。みんなちょっといい？何？早くしないと掃除終わらないよ。そうそう、ここに謎の液体があるんだけど。うわー、あるある。掃除してるとね、謎のサンプル液体出てくるよね。誰か片付けてくれないかな。みんなちょっといい？集合。掃除している最中に物を見て頭の中で化学式浮かべてた人。浮かべるのはいいんだけど、掃除は終わらせよ。ただいま。おかえり。ジャケットかけておくよ。ありがとう。ん？何か入ってる？ゴム手袋。